まこなこチャンネルです。前回2つの星系を手に入れました。だがその過程で第1の星系の方に強い敵が押し寄せましたが、なんとかそれらを追い払った状況。今度はもう1つの星系の方に舞台を向けたいと思います。さて舞台集まりましたので、よその区域向かいましょう。こちら側、果たしてどれだけ敵強いのか。前回はタイタン現れたので、それだけでねもう負けそうになりましたけど、今回これで問題なくといけたら良いのですが。Structure complete. いくつか舞台がさらに向かっています。新たなる惑星。さてここはこのね、弾がね、ノベリス砲がどこかから来てるので、もしかしたらまだ他に惑星がある可能性もあるので、そこだけは注意しないと。こちらの惑星、今現在見えているのはこのような状況になっています。まずは上の方から、これ上の方でも文化のラインが来てるので、下の方からかな、ちょっと下の方から攻めていきましょう。Power surge of great magnitude has been detected. さて舞台は、まあ、いるな。これはだがタイタンはいないので、Finished. まあ、なんとかはなると思います。おっ、なんだ今のは。これまだ味方、よし、一斉に味方がやってきて、タンをもっと前に出したいな。まあ、特に味方が倒されることなく敵を倒せれば良いんですが、もう終わったな。ほぼほぼ早くも終了。あとは宇宙基地を倒して、あ、ここ敵文化が強すぎるために植民地化はできない、厄介だな。となると早くね、どこか拠点を作りたかったんですが、こちらのエリアに植民地化できないのは想定外。これ緑のラインが引かれているのがちょっと見えて、そしてピンクのラインも引かれてるんですよね。どういう角度で向かったらいいのかがちょっとわからない。あ、だがここは今敵の文化弱まったようなので、早くもこれ占領できるんじゃなかろうか。敵すべて倒したら多分制圧部隊来てくれると思います。これで制圧してくれるかどうか。いや、敵がでもちょこちょこ来てしまうんですよね。おっと、制圧しましたね。これはまだ敵が続々と来てるので、いや続々とだな本当に。これ大量に来るので、ちょっとここで待機して敵全部迎え撃ちましょう。で、これピンク色とは同盟か何か結べないかな。緑とピンク一斉に相手するのは大変そうなので、これは停戦受諾、これできるのかな。おっしゃけど、今、手結ばれたんで多分大丈夫だと思います。これでピンクは無視して、緑をまず優先して倒していけるんじゃなかろうか。ここ、寄ってくるの全部倒してから、多分こういった、もう寄ってきたのを、できれば退却させてみる。いや、これはあれか、攻撃用の部隊なので、特に戦闘、あ、なんだ俺、どっかからミサイル来たぞ、今。そして今ちょうど、あ、でもこれも生成戦だな。敵というわけではなく、まあ単なる進行ルートに我々が来たので攻撃ができなくなったとか、その程度かな。大量にね、部隊みたいなのが来てるんで大丈夫かなと思いますけど、これでじゃあ向かいましょう。もう一個の惑星を、あ、でも結構あれだな、連絡がある場所だな。いろんなところにね、線が伸びている場所。まあこれだけ舞台出してればあっさりと終わるでしょう。ではしらみつぶしにこうしたところを見つけたら全部倒していきましょう。問題なく倒せるんだけど、これ
水色のね時代もあるので、以前これ水色の勢力がいたんじゃないかなと思って、敵が今援軍やってきたとか来てましたけど大丈夫か。うん、ここは制圧またできそうかな。いやでも敵分力、敵の文明が強すぎて制圧できないとなってる。ならばどんどん攻めていこう。まずこちら側、あ、ここは敵文化が強くなってしまったので再び敵に奪われてますね。これ緑を倒していかないとちょっと厳しいかなという状況。まあ今ちょうどね進行ルートを緑の方に向かってるんで、もうこの辺りをガンガンと倒して緑の文化広めるのを抑えるようにしましょう。まあこれ機雷が多いだけなんでそこまで強くはないと思います。さてここ倒したは良いんですが、先ほど我々が通ってきた場所があっさりと取られてるんですよね。ちょっとそこもまた奪い返しに行きましょうか。ここの場所ね。あとこれは部隊残してきたけど敵がやってきている。ちょっと合流させましょうか。ここを占領するために一部隊残しておいたんですが、どうも敵がやってきてしまって占領もできない状況続いてますんで、これはどう戦っていけばいいかな。本当、あ、これはタイタン、敵の。だからここでタイタン倒せるんだればと思うけど、このタイタン逃げそうな勢いだな。逃げたな。タイタン追いかけるか。タイタンだけは倒してしまいたい。ガンガンと タイタン追いかけて。まあここの勢力どれぐらい強いかわかんないですけど、まあそれなりにいるな。ここで戦うのは逆に得策ではないか。でもタイタンがどこか行ってくれるんであればいいんだけれども、タイタンこちら側、いやタイタンをここと止まって戦ってしまいそうな勢い。これは厳しい。タイタンいないところを逆に潰すような感じの方が良いのかもしれない。パワーインアップジャンプドライブ、さて戻ってこいよ。ああ、今主力艦一部隊倒されたな。ガンガンと今戻ってきている状況。これは制圧しに行くの大変だな。海賊まだ、いやもう海賊多分いないのかな。このセレブリ教団攻めてもらいたいんで、ここ懸賞金このようにかけてって言ってくれることを願いましょう。Diverting power to jump engines. で、ここも結構敵部隊集まってしまっている。なんでこんな敵集まってるんだろうな。敵の集合がものすごく早い。全部退却できてるかな。退却はできていそうだ。さて、ここにいるのはそこまで大きな部隊はいないので問題なく倒せることでしょう。さて、ここでの戦い、まあ追い払えそうかな。そろそろ敵が撤退するモードに入ってるので、だがこの後どこに行くかですよね。ちょっと敵が動きがわからないんで、さてなんとか追い払い、ここまではよしと。あ、これは爆撃によって放射能が強すぎるということなので、どこかからのベリス砲を撃たれた可能性が。ではここの部隊またどこか向けましょうか。これはどう攻めればいいか本当にわからないな。こちらは結構部隊が多い。タイタンをなんとか倒したいけど、タイタンがいるところを行くのは得策ではないのでしょう。ならば南側からかな。また飛んでいきましょう。ここを制圧できればね良いんですが、
あ、また敵現れたけれども、まあしょうがない。制圧できないところを待っててもね、しょうがないんで、敵も放射能のところは制圧できないと思うんで、ここをそれなりに勢力と、あ、あとは宇宙機雷か。宇宙機雷であれば別にどうでも良いかな。ここら辺、集団全部倒してもらってから、また次行きましょう。この上の方のね、今主力艦の数字このゼロになってるということは、これまあ余裕がないと乗組員がもういないということになるんで、これが1とか2とか増えたら主力艦が倒されたという証で、その隣は艦隊の保有量なので、もしこれ数字がまた増えていったら多分艦隊の何かが倒されたということ、まあ主力艦ほど重要ではないものの、部隊が倒されたらまたね追加するなど考える必要がありそうです。ではで、今ここをまた襲われてるんですが、どうやら先ほど同盟組んだところが戦ってくれているので、あ、これタイタン級が今こちら向かってるな。ちょっと別のところ、この隙に手早く他を全部奪っていければいいんですけど、果たしてそういったことが可能かどうか見ていきましょう。クリエーションズ、あ、これ遠くからノベリス砲なんか撃ってるようだな。なんか自らの部隊が今赤いね彗星のようなものが敵の惑星に今ぶつかっていたんで、そしてこれまた水色の勢力が過去にあったかのようなね状況、まあ、ここも倒して敵の拠点どんどん潰していきましょう。これ自分の文化圏にねならなくても、制圧できなくても潰すだけでも敵の弱体化可能となりますので、あ、今主力部隊倒されたな。数字が一つ減ってしまってる。今あとはこれ惑星攻撃中で、ここはまあでも敵文化強すぎるので制圧はできない。じゃあさらに周りを制圧して敵の文化弱めましょう。さてもう一つの惑星にやってきましたが、ここも手薄で、ここ取れば制圧できないかな。なんとかね制圧してほしいものなんだけれども、だがここを4つ取ることで角を取ったことになりますので、ここからまたどこかに移動ができそうな、そんな感じ。ここも敵文化圏強すぎるので制圧はできませんと表示されている。だが周囲は徐々にではあるけれど制圧ができている。ここも一気に倒してくれれば。さてここ今制圧できましたね。敵の文化圏が弱まってきたということで、じゃあここを拠点にしてこの惑星制圧していきましょう。ではいろんなものを作りましたので、もうここからは一気にいけるんじゃなかろうか。これピンクが今頑張ってるのか、この文化圏ね、緑が弱まってるような状況。ちょっとここら辺の部隊倒されそうだな。まあしょうがない、新たにここに拠点作ったので、ここからまたいろんなものを生産していきましょう。さてさらに部隊は別のところ行ってもらいつつ、ここはここで多分、ああ敵文化圏強すぎるのか。ここでも文化ライン取ったかなと思ったけど、あ、ここもじゃあ奪われてしまってる。ちょっと待ってくれよ、なんでこんな敵文化強くなってんだろうな。まあいい、どんどん別の場所向かって、ちょっと文化の敵の、あ、待ってくれ、なんか変な部隊が来てるな。これ反乱軍、誰に対する反乱だ。これはこっちかな。チョコ材だな。まあここはここで、あ、こっちは取れそうなので部隊向かわせよう、制圧部隊をね。あ、でもここは取れた。もうあっち見たりこっち見たり結構大変な状況。ここは問題なく周囲想像できて、氷惑星これ制圧できそう。文化の広がりは問題なしということで、じゃあさらに一旦戻ってここの制圧終わらせましょう。なんだろうな、反乱軍が出てきてるのでこれをね抑えてから多分制圧できると思います。ここも
All hands, prepare for phase jump. Plotting jump coordinates. We've lost contact with one of our. ちょっと待ってくれ。あ、これ爆撃か。爆撃で無効化されてるのか。じゃあ爆撃をやってくる場所を目指して倒しに行かないとダメってことか。Allied backup has arrived. Comlink active. いや、チョコ材だな。じゃあガンガンとも緑の惑星目指して進みましょう。あ、でもこれサイ、いやダメか。もう結構いろんなものを作ったんだけれども、それが壊されてしまってる。さて、敵がここを制圧してたようなので、また倒しましょう。厄介だな、これ取ったり取られたりを繰り返すのは。なんとかしないといけないんだけれども、なんとかする術があるのかどうか。まずはここ終わらせてから、あ、これはいるな、敵タイタン。この敵のタイタンをなんとかしたいんだけれども、敵は敵で強い。そしてこれ周囲にも細かい敵がたくさんいるので、あ、こちらに主力艦2体2隻倒されている。だからタイタン的になんか逃げるような勢いがありそうだけど、そう、逃げそうだな。いくつかの艦隊は逃げていった。ある程度部隊を潰しただけか。逆にこちらの部隊が主力艦倒されたのが痛い。では引き続き部隊を向けましょうか。またこの繰り返しは結構きついな。終わるのかっていうね。うん、こっちも結構な部隊数がいるけれども、この小惑星今目指しているところ。あ、今タイタン見えたけどどっか行っちゃったな。また角から敵潰していけば、ある程度敵を弱体化できるんじゃなかろうか。うん、ここも制圧した。ならば一旦角行ってからここの拠点行きましょう。コムサット has detected inbound hostiles。 こちらの方行ってるな、敵が。Hostile forces have arrived。 まあだが敵制圧部隊さえいなければあまり、お、あー、これさらに敵が来てる。ある程度部隊を置いていかなきゃいけないのかもしれないんだけど、置いとく余裕もね。あ、ここは何もないな。じゃあ今タイタンがいるところに部隊向けましょう。さらに別角度からも部隊出せるんで、ここにタイタン、これも行ってくるよ、ちゃんと。うん、ジャンプしてるね。あ、タイタンいなくなってるな。この辺多分貿易船とかなんかどうでもいいねものなので、まあそれを倒したところでどっち向かうかですよね。この惑星に、あ、タイタンいるな。できればタイタンいないところを倒していきたいんで、あんまり敵のいなさそうなところ手早く小さいのをちょこちょこでいいんで倒していきましょう。さて、ガンガンとワープ来て、これは左側はなんだろうな、ピンクの拠点なのか、それとも緑の拠点なのか。あ、特になんもないな。で、この向きを見ると多分もう向こう側はピンクの拠点だと思うんで、これ南の方ガンガン攻めていこう。さて、大量に部隊がやってきて、Copy that, TACCOM. Our planet is under siege. これはなんか霧のない戦いをねやってるかのような。この戦いに結末が来るのかどうか。今多分ノベリス砲が多分バンバン撃たれてるんで、
Plotting jump coordinates. 多分敵は拠点を構えることはできないと思うんですよね。あ、ここ取れてるな。ちょっとここの拠点をしっかりと固めるようにしてから。Ready for the front lines. Structure complete. さて、ここそんなに勢力ないんで、あっさりと。で、こういう施設倒していけば、多分敵は弱まると思います。ちゃんとそのあたりね、反映されてるかどうかはよくわかりませんけど。ガンダムとタイタンが中央にいて倒してくれている。敵の防衛機構もあっさりと破壊され、向こう側は聖堂か、クリスタルの施設とか。ここ自体も、ここは敵文化強すぎるか。一旦さらに奥を潰してからまた戻るような形で戦いましょう。うん、こちら惑星ありますね、まだまだ。上の方にももう一惑星があるので、それも倒すと。ガンガンと緑を追い詰めているかのような状況。ここも惑星壊して、聖堂も倒して。よしと、ここも防衛部隊余りませんね。ここ敵首都惑星か。ここ倒せるのは大きいぞ。いろんな拠点もありましたし、主力工場とかも壊せれば、フリゲート工場も壊せれば、敵の製造がやむと思います。その後はもうしらみつぶしに倒していけば。さて、この惑星あと1000倒しきりました。さて、この後敵またどこにいるか、どこか行ってしまうんですよね。別に首都惑星倒したらそこで終わりではなく、他の惑星にまた新たに首都惑星作ってしまうんで、これでまた今度こちらの惑星の方に来て、うん、まだ敵のタイタンとは出会わないので、この辺りは安心。この火星、火山惑星もね、取り終えそうだと。うん、ここまで部隊が多いと圧巻ですね。ここも、あ、ここは取ろうと思えば取れるな。余裕があれば部隊差し抜けましょう。今は制圧部隊がいないので、制圧部隊どこかいればいいんだけれども、結構遠いんですよね。果たしてこれがちゃんとやってこれるかどうか。うん、ここら辺ももうあとは拠点潰すだけか。じゃあどこ行ったんだろうな、敵。Our backup is joining the fight. もしかしたらもう倒されてるってことはないよね。あ、これもう全滅している可能性もあるな。特に何かしらの協定とか結べる気配ないので、やっぱりこれガラスにね、ひび入ってると倒した扱いになってるのかもしれない。そしてとなると、もう残るはピンク色の軍団だけとなりそうですが、果たしてどうなるか。この続き興味ございましたら、チャンネル登録して次の配信連絡お待ちください。ご視聴ありがとうございました。